はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マジバトの動画で、ガチャを引いていこうと思うんですが、無償の霊石がね、また250溜まったので、そうだね、振り袖ボタンとか獅子若のピックアップのガチャを1回回そう、10連を回そうと思います。で、一応今、50枚で確定で回せるやつが33枚溜まってるので、10連回せると43枚になるんで、あとは、優勝のやつを期間ギリギリまで回しながら、ちょっと足りない分だけ単発回してみたいな形で、こっちも一回回せればなというふうに考えてます。ってことで、じゃあそうだね、優勝5霊石の方から引いていこうかな。でいきます。意外とこっからね、星5出るんだなっていうのをあんま動画にせずに回してた時に分かったので、今回ダメか。動画にしない方が出たりしてな。じゃあちょっと他の優勝成績分で回せるやつも回しちゃおう。なんか今日オーラは大きいね。そうか。まあでも星4が出てるからそこまで悪いわけでもないか。はい、じゃあこれで、優勝分はラスト。しょうがない。で、じゃあ本命のこっちの10連をいきましょう。そうか。あ、それはダメだ。なるほど。あ、危ない、もう一度飛行しそうになっちゃった。ちょっと消して、じゃあちょっとチケットも引いてってみようかな。まあ、こっちで星5出てくれないかなっていうのもあるけど、ああダメか。まあもう一回10連引けるから、もう一回ほいっと。オーラでかいから来てほしいんだがな。ああダメか、今日は出ないな。まあ半端の3も引いちゃおう。そうか。じゃあこれラストかな。星4以上確定を4枚。ダメでしたね。あ、でもプーは悪くないか。で、一応11枚、新キャラのチケットが手に入って、これで44枚ってことで、あと6枚あればいいんですけど、あと4日だから、今日の分回してるから、3回かな？優勝5霊石の分は。だから47枚にはなるはずだから、単発を3回引けば、これが回せるかな？で、まあ基本的には振り袖ボタン欲しいなっていうところではあるんだけど、こっちもね、なんか偶然2回被ってるから、そうね、羽衣、シレの羽衣の方のあの獅子若でも悪くはない。ただできればボタンの方を欲しいかなって感じですね。じゃあそんなわけでね、今日は、ガチャを回しましたけど、星5は
一体も出ずという形で終わりになりますね。はい。じゃあ今回の動画はこれで終わりにします。ありがとうございました。はい。